はい、じゃあ模擬面接始めていきましょう。はい、じゃあ椅子に座ってください。失礼いたします。はい、はい、今日模擬面接初回ですよね。はい、緊張してますか？はい、非常に緊張しております。まあ、緊張しなくて大丈夫なんで、リラックスして、落ち着いて答えてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあゆめさん、九州大学の、模擬面接ですね。はい、はい、始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけども、書類にもあらかじめね書いてもらってるんですが、同じ内容でもいいので、九州大学を志望する動機を教えてください。はい、福岡県庁の、面接試験1回目の模擬面接を始めます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では自己アピールを2分程度でお願いします。はい、私には目標を達成する力があります。はい、じゃあ労働基準監督官の、人事面接の模擬面接を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。労働基準監督官を受験した動機を教えてください。はい、私自身アルバイト先で時間外手当が支払われなかったっていう経験がありまして。はい、ではこれから裁判所一般職試験の二次人物試験の練習を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今緊張していますか？はい、第一志望ですので少し緊張しております。はい、あなたはどういった部分で裁判所の職員として貢献できますか？はい、私は大学2年生の時に行政書士の資格を取得したんですけれども、それから国税専門官試験、2次の人事面接の模擬面接を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今緊張してますか？はい、私自身人生の中でそれほど面接経験がないので非常に緊張しております。緊張した時の解消法はありますか？はい、緊張した時、はい、ではこれから財務専門官の二次試験人事面接の模擬面接を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに志望動機を教えてください。はい、私は財務専門官が国家専門職。はい、じゃあこれから国家一般職試験の二次面接、人事面接の練習を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今緊張されていますか？はい、国家一般職は第一志望ですので非常に緊張しております。はい、筆記試験の手応えを教えてください。はい、手応えとしては文句、今日は模擬面接ですよね。はい、お願いします。福岡市役所の方だっけ？はい、はい、そうです。じゃあ今日は203教室に用意してますので、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。失礼します。